韓国のガールズグループ、ニュージーンズ、ニュージーンズがデビュー1年を迎えた。この間にファンが世界中で増え続け、すでにワールドクラスの人気を確立している。メンバーは韓国人のミンジヘリン、エイン、エラで育ったベトナム人のハニー、カンゴーミックスルーツのダニエルという5人組。その影響力は凄まじく世界最大の音楽配信サービスススポティファイ。 Spotify の累計ストリーミング再生回数は先月30日時点で20億回を突破した。動画 iPhone14 Pro で撮影した New Jeans ETA の Apple 公式動画 New Jeans ーーは2022年7月22日に BTS を擁するハイブの新レーベル Ado はアアオールドアーズワンルームからデビューし今年3月8日時点で同サービス累計10億回を達成。 これは K-POP アーティスト最短期間記録、219日、隣イギリスギネスワールドレコードに認証された。それからわずか5ヶ月で20億回超えという数字を見れば、人気が急激に加速していることがわかる。Spotify の総ストリーム回数ランキングによると、現在総合13位の BTS が351億回、同115位の BLACKPINK が109億回。 同245位のトゥワイスが68億回で、これらには及ばないが、デビューからわずか1年で20億回超えを達成したことから今後膨大な再生回数を叩き出していくことが予想される。これと並んで世界的な高級ブランドとのタイアップも進んでいる。グループとしてはレビスとコカ・コーラのグローバルアンバサダー、個人としてはミンジがシャネル、ハニがグッチ、ダニエルがバーバリー、ヘリンがディオール。 エインがルイ・ヴィトンのアンバサダーを務めていること自体、強い影響力の証だ。では、ミュージーンズの人気の理由はどこにあるのだろうか。10代のアイドルらしい可憐なビジュアルが印象的だが、パフォーマンスのレベルは非常に高い。グループが追求する音楽にふさわしい個性的な声色が揃ったほか、各メンバーがハイトーン、スタッカート、ウィスパーボイス、エッジボイス、ファルセット、裏声、 ミックスボイスなど難しい歌唱テクニックを完璧にマスターしている。また、ダンスの実力が非常に優れているのも特徴だ。デビューミニアルバム収録のアテンション、ハイプボーイなどの振り付けは自由で柔らかいフィーリングがある一方、機械的に揃えていないためバラバラに見えるが、メンバー全員ともにダウンアップやアイソレーション、トループ、ボールチェンジ、ランニングマン、 クラブステップなどのヒップホップダンスやロックダンスの基本がしっかりできていてリズム感に優れているため、ぎこちなさを全く感じさせない。2枚目のミニアルバム収録のスーパーシャイで披露している激しい腕の動きのワックダンスもキレがあって優雅ですらある。それにもまして成功の最大の要因と思われるのが、アドアの代表であるミンヒジン氏のプロデュース能力だ。 彼女は SM エンターテインメントのアートディレクターとしてシャイニー、少女時代、エクソ、F、X、ラノファッションやアートフィルムなどを担当したが、2019年にビッグヒットエンターテインメントに転職。BTS を育てたパン氏曲議長とタッグを組んでハイブ参加の新規レーベル、アドア、を設立しニュージーンズを世に送り出した。ニュージーンズの楽曲のミュージックビデオ、メガボルト、 は驚きの連続だアテンションとハイプボーイの斬新な色調、視聴者を引き込むリトのノスタルジックなコンセプトと謎のストーリーはこれまでの K-POP にはないインパクトを残した。最新アルバム収録のスーパーシャイはフラッシュモブとワックダンスを組み合わせる大胆な絵柄で魅了し、クール・ウィズ・ユーのメガボルトにはイカ・ゲームに出演したモデルのチョン・ホヨンと香港俳優のトニー・レオンが出演。 ギリシャ神話のプシュケとエロスを現代版にアレンジした上でジェンダーを交代させるという奇抜な発想で衝撃を与えた。さらに、グループ名そのままの楽曲、ニュージーンズは90年代後半に人気となった米アニメキャラクターパワーパフガールズとコラボ。また、ブレイクビートにファベーラファンクを加えた ETA は米巨大企業。 アップルとの全面提携という巨大プロジェクトで iPhone14 Pro によって撮影された。男女の三角関係を破滅的に書くことで情報型時代に生きる若者への継承となっている。いずれも一筋縄ではいかない独特なストーリー性が織り込まれているため世界中のファンの間で考察が行われ、そのリアクション動画が YouTube に溢れた。ミンヒジン氏の独創性は細部にわたっている。 ニュージーンズの映像に登場するアプリメッセージの送信時刻がデビュー日の7時22分となっているほか、スーパーシャイでメンバーが紙につけているエンジェルの文字が他の楽曲のメガボルトのストーリー展開に深く関わっているなど、コンセプトの作り込みがあまりに深い。 ミンヒジン氏をはじめメガボルト制作に関わったスタッフの比類のない想像力と企画力がなければここまで高い水準のメガボルトは誕生しないだろう。音楽ジャンル的には UK ガラージやジャージークラブを採用するなど90年代、2000年代に流行した曲調を現代風にアレンジしている。楽曲、ダンス、ファッションが全体的に Y2K、イヤー2000の略称の雰囲気に包まれているため、 年長者にとっては懐かしい気持ちに、MZ 世代にとっては見たことがない新鮮で楽しい気持ちになる。この両世代の心に刺さるようコンセプトが作られているところに音楽マーケティングの才能を感じる。今後、ニュージーンズは19日に千葉、ZOZO マリンスタジアムで開催される、サマーソニック2023に出演予定。デビュー後、日本では民放の音楽番組や、KCON2022 ジャパン、 東京ガールズコレクション2023